ビコンだぜ、イエーイ。青ジンリンクで悪女の微笑み手に入れてくれて Thank you! イエーイ。青いつも優しいぜ。ちょっと優しい。オーケー、イエーイ。もういいわ。徐々に来るね。バラバラ。はい、というわけで、はい、まあ、初っ端出花をくじかれたけどね。俺かっこギターで決めて登場したんだけどね。服なんか冷たいな。うん。というわけで、あの、もう突然だけど、うん、大人になったらやろうって決めてた頃、こと、子供の頃にね、あるかなっていう話をしたいなと思って、うん、もしあれば。まあ俺はビックルをもう飲みたくないってぐらい飲みたかった、子供の頃。え、子供の頃、うん、やりたかった。なんだっけ、子供の頃やりたかったこと、やりたかったこと。それだったら、俺、あれだな、シゲキックスを、うん、あの、シゲキックスわかる？わかる。あの、レモンスパイやつね、スパイやつあるじゃん、うん、あれの、あの、口の中に入れて舐めるじゃん、うん、で、ずっと舐めてると噛まずに、うん、あの、甘いやつだけ舐める、うん、あ、わかる。そう、その甘いやつだけを、あの、100個ぐらい集めたかった。ああ、俺ね、シゲキックス洗って食ってたよ。なんで？あの、酸っぱいから。マジで酸っぱいとこを洗って。刺激キックス全然刺激ないじゃん。そうクッスクックスやクックスすげえ甘かった刺激キックス、うん、刺激キックス。あれ舐めすぎるとさ、ここの缶そう上が荒れるわ、めっちゃ。そうそう、下のベロの横だったの。ああ、そこで舐めてた。そこで舐めてた。こういうことだろ。すごい落ちて。子供の頃やりたかったこと。そうそう、子供の頃ね、結構もう忘れてるな、なんか、うん、何やりたかったよな。それな、でもミニオンマスターとか。ミニオンク、ミニオンクで、ね、あの全世界っていうか日本で一番速いマシンを作りたかった。でも速すぎて俺コースアウトばっかしてた。制御できんかった、制御できんかった。めちゃくちゃ速くて。でも俺はね、あのノートに、あのその頃さ、あの漫画で、あのエアギアっていう漫画読んでたんだけど、うん、あれの靴、ローラーブレードみたいな靴があって、あれを大人になったら作ろうと思って、もう一生懸命ね、設計図書いてた。作った？作ってないよ。作ってたら今頃、あの大儲けしてるから。もうさ、確かにね、壁登れるんだよ。それは無理よ。いいか。あれ、なんだろうな。そう、なんだろう、夢？うん、なんかこんなことしたいなとか。なんとなくさ、昔小保育園っていうかさ、まあちっちゃい頃ってさ、なんか大人がやってることをさ、うん、ある程度真似したいっていうかさ。あ、わかる。車運転したりとかさ、なんかある程度夢叶ってるな、自分で今も。なるほどね。タバコ吸ってるしな。そうね。あ、でも、あ、夢やってやめてと。オーケーオーケー。高級車を乗り回したいなっていうのは未だに夢だけど。うん、車好きだもんね。車好きです、うん、でレースしたい。結構な速い車で、あのもうサーキットで、あ、まあ5台ぐらい、まあ5人で、うん、5人で5人で本気のあのなんかあれや、なんかゴーカート、なんだっけ、あーカートね、カートもうやったことあるからさ、今度はちょっと本物の結構200キロくらいで、それガチで危ない。ガチでちょっと練習して200キロのカートやってみたいな。ビビってそんなに出せへんの、うん、そんな感覚だろうね。それをちょっと味わって。あ、そういうことね、うん、じゃあこれから叶えないとね。そうや、ね、今度みんなでカートやりに行こう。カート、うん、なんかの企画です。てってってってカート。
感じ。そう、うん、何でも聞けるね。俺 F1 好きやんの。あ、そうなんだ、アンパンマンのマーチ聞いてよ。てってってって、あ、もうやばい、こんな感じしとこうぜ。こんな感じで不意打ちに弱い俺だけどね。はい、そんな感じで、もうみんながこのね CD と特典 DVD を見てる頃はもうワンマンツアーも始まってて、俺たちどこにいるんかな、みんなの手元に届いてる頃には。うん、そんな感じなんだけど、まだね、あの6月14日のねツアーファイナルは時間あるから、そこはね絶対抑えて、土曜日だしね、ちょっと来やすい日程にしてあるから、ぜひ足を運んで俺たちと最高の夜を作り上げてほしいぜ。うん、じゃあね、ちょっと普段しない会話をしてたけど、今日はこれでお開きさ。 Thank you! リカヨンでした。 Yeah! Goodbye!